こんにちは。こんにちは。今日は、新しく何できたメガネ&サングラス屋さんが、うん、あのゴッド通りからちょっと入ったところにできたということで、うん、気になってたので、リサーチと買い物に行ってみようと思います。ね、暑い。暑いです。立ってるだけで。つらい。すごいさ、かわいい。おしゃれな外観が。こっちのオプティカル。オプティカル。もう。よいしそう新しい雰囲気で、でこれもここから色変わる、うん、紫外線に、ね、当たると、これも色変わる、リアルと、だからもう畳だけのあれとかもうすごい斬新な絵になっちゃう。あの視力センサーみたいな。でもあれだよね。外と中のあれが勝手にやってくれるってことでしょ。うん。うん。すごい。すっごいでもなんていうの負担がそうなんですないね。そうなんです。一応なんかアジアフィットになるような素材を作ってて、うん、結構買えないものでなんか重かったりつけちゃうっていうのがあんまりないと思うんですよ、うんうん、結構ね、皆さんストレスフリーで欲しいっていうので、すごい色違いで購入していただく方も多いです。お考え？え、どれがいいんだろう。で、かわいくのブラックとか、うん、一番右のブルーだけはそのままなんですけど、うん、はい、あとは全部色が変わった方がいい。それも変わります。なので子供とそのまま公園行ったらサングラス代わりになる。すごい便利。公園行かないけどね。本当ですよ。私女子だ。女子だ。あ、そっか。え、これとこれは同じ？はい、これは全部です。これとこれは同じ。はい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 。それを感じたら、そんなに真っ黒にならないで、ちょっと優しいな、はい、優しい色に、そうか、欲しいわ、欲しいわ、黄色いレンズが、あー、あー、見えるかな、これが俺よ、印象がね、優しい、どうしようかな、でも黒かっこいい、その色付きおすすめ。ちょっと雰囲気が真っ黒。ああ、新しい。すっごい買いまくそうなんだよ。ね。ね。すごいね。アジアのフィット。そうなんです。すごい。福井県のサバレで主人さんが一緒に販売しちゃうと、やっぱ半年とか結構入ってこないんですよ。
こっち。いや、パパに似てるな。すごい。なんだろう。ちょっと自分で。買いすぎ。あ、いいね、いいよ。ちょっとそんな綺麗な色してる。迷っちゃう。迷っちゃう。スティーム系で、また新しいやつ。色が変わらないやつ。でも変更レンズ。お兄さんみたいなのもいいんでしょ。変更レンズだから。この形が？はい、これは、あ、違う。形が。形はこれと、こっちが猫レンズで、あと普通のサングラスもあって、うん、で、これと、これさっきかけたかけない。形は一緒です。形は一緒。はい、レンズが違う。好きで買えばいい。これがいい。こっちよりか。だからこれがそれ？そうです。これがショーンさんになります。なります。だってまで、お子さんの行事とかでも、ね、透明なんで使いやすい。このまま学校に入っていける。確かに。私も保育園のお迎えとかサングラスしたまんま中に入っていくのはちょっと、うん、結構ね、うん、圧がすごいんでいつもこうやるんですけど、うん、こんなところにやってる暇ないっていう、うん、確かに。でもこれだったら、まあ、ちょっとずつなんで戻るのはあれですけど、うん、まあ、でも最終的に戻るんで、うん、そんな真っ暗にもならないです、うん、あ、いいな。あと出品で言っても結構いい。あ、確かに色付きもね、可愛いよね。ちょっと雰囲気出て、うん、ちょっと新しい、新しい。しかもこれも出てる。え、それで何、これも、はい、外に出るとこれもちょっと濃くなるんだ。でも真っ黒にはならないので、これもさ、一回見せて、お金がどれくらいかかる。欲しいのが来たんだよね。いや、だいぶ違います。だいぶ違うね。いや、顔も見えてしまいます。あ、だから、でも少し目はちゃんと透けるそうですね。透けるね。ちょっと品は出るかな。うんうんうん、はい、グレーっぽくなる。迷うね。どうしよう、どうしよう。でも、色、じゃ色付きに絞って、うん、色付きに合う気がする。色付きに合う気がする。せっかくだからね、持ってないでしょ。確かに。すごい。全然違うのかと思ってるんですよ。これもね、これもね、人気。あ、かわいい。あ、そう、こうよ。うちの、箱と同じアイコンカラー。ちょっと水色で、うん、でもそんなに青っぽくないんで、うん、こちらはすごい雰囲気です。うん、これ別に色変わらないです。これ変わらないです。これは変わらない。はい。色変わらない。むずい。同じ形でいろんなのがあるから、まあ、それも似合う。かわいい。それもめちゃくちゃ軽いです、うん、このシルバーと同じ形ですっごい軽い。そう、もうパッドがついてるんで、ああアレルギーの方でも大丈夫な。へえ、うん、かわいい。それもかわいい。それも変わります。それでとか、これが変わるやつね。変わるやつのカラー入り、これがクリア。クリアね。クリアで顔は。でも全然決まらないじゃんね。うん。けどなんかゴールドの金具よりも全然決まらなくても似合う。確かに。これ専門からなんか意見をなんか聞きました。じゃあそれ。そう。結局私すごい。かけてみた感じはいかがでした。個人的には、推、うん、しは、今日の花パッドが付いてるから、うん、ノンストレスで、ずっと一日でつけてられるかなっていう気持ちはあるので、スタイルで、こういった、うん、薬とか、あと、ゆっくり入っていく推しに使っていきます。いや、いいですよ。女性の方が多いかな、月読み。軽いですね。ちょっと優しげだね。そうですね。ね、透明だとちょっとメガネっぽいメガネ。ああ、そういうことか。あ、メガネ付きだとちょっと。すっごい軽いんだけど。めちゃくちゃ軽い。これ一番軽いんだよ。は
多分細いからは細いし、パドドの体勢なんで多分軽っ。ああえ、どうする？ちょっとなんか色付きで悪い感じ素敵ですよね。夜が持ってる感じね、似合ってる。夜がいいと思う。もしかしたらそれ結構好きで気に入ってくださってるのか。え、なんかほら、ちょっと新しい。それ結構いい。本当に新しいですよね、私もそうか。そう、なんか新しいから、それは結局ワンピースとかできたのが可愛いもん。確かに。明日それやります。あ、それさえちょっと一回 両面を外に出ればいいの。外に出てみれば。あ、外に出てみるかな。日光浴中だいぶ変わってる気がします。黒い、黒いです。どう？あ、変わってる。あ、本当だ。よりこう悪そうだった。あ、うん、かわいい。これかわいいです。かわいいね。うん、これでしょうか。いや、すっごい軽いのよ。本当にびっくりするぐらい。頭痛くなるじゃん、あれ。そうですよね、かけてると。新しいのは新しさもあり、こっちです。新しさが新鮮、やっぱりこれがいい。うん、じゃあこれにしよう。お疲れ。ありがとうございます。じゃあここの新しさは、はい、ここのさ、想定も一生一生かけすぎちゃった。結構よっしゃ、普段かけるように。このスプーン後ろの隙間があるんですけど、そこがあると、うん、あの下に顔を持ってずれやすくなってしまうので、そこを顔の方に詰めるような感じで調節をします。同じ3人だったら、なんで1人詰める。あとはその眼鏡の曲がってる、曲がりの部分が、ちょっと後ろの方に来てるので、それもちょっと前の方に持ってくる感じで調整します。はい、はい。え、素敵。あやさん、金色なんですね。ね、そんなに右と左が、結構耳の高さが違うとは、かわいい。結構直さなきゃいけないけど、結構平気ですよね、こっち。かわいい。あ、すごい、なんか。おしゃれな人になった気分。おしゃれな人になった気分。かわいい。え、何ですか？何じゃあ、うんうん。シルバーの。でも限定もかわいい。そうなんです。限定もかわいい。なんそれ。それも色かわいいね。ポークベージュと、あと、ピンクのやつ。はい。お上品。だからちょっと、お茶、お茶をイメージしたり。シルバーですね。ね、かわいい、かわいいね。限定、限定、オープン限定。ありがとう。